どうも皆さんこんこにちは簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます今日はですね、えー、ベトナムのホーチミンに、えー、いらっしゃいます、えー、モジャ川上氏、えー、ウクレレビルダー、マスタービルダー、モジャ君登場していただきまして、えー、工場を管理していただいている、えー、金松さんも一緒にちょっとご同席いただいて、えー、バックはサンフランシスコだけそう、ベトナムですよね。ベトナムです <laughs> そう。まあちょっと、えー、最新情報と今、 えー、皆さん待っているウクレレ、あ、今、そうだ、ちょっとあの、順番がごちゃごちゃになっちゃいましたけど、ただいま、ガズレレと G ラブのウクレレたち、え大好評で、販売と予約、受付期間真っ最中でございます。在庫あるものは即発送、ないものはあのご予約いただいて、ご注文いただくと、えー、そのモデルによってね、納期がちょっと変わるとは思うんですけど、えー、お届けになれるということと、あとはアンプもね、 え今回は新しく G ソリッドと、ここにもあるけど、G ソリッドと、えー、アンプもまだあの受け付けてますんで、あの概要欄に貼っておくんで、そして、今日のね、このミーティングというか、まあ皆さんにこう、えー、シェアしてたいなと思ったのは、あのこの G ソリッド、このエレキウクレレ、これって、まだですね、本当にサンプル段階なんです、実は。 これが製品そのものではまずないっていうことで、実はこれから結構進化しているんですよ、皆さん。はい。いろいろ結構変わる。もじゃくん、これ結構この感じとは変わってんじゃないの雰囲気。そうですねあ。バインディングっていうのが装飾なんですけど、フィンガーボードと。っていうのは、このフィンガーボード、そうか、そうか。 この<と>ヘッドにですね <laughs> じゃあそれもう見せてもらってもいいそこになんかあるのそのこのものが一応まあ作ってるも <laughs> 途中のものですけどうんうん、うん、あかっこいいわかりますかねれそれ好き好きその縁取りねこんなこ縁取りそうです縁取りですねうん、うん、まああとこれがヘッドの方にもちょちょっと見えますかね、うん、わ分かるわかるヘッドの方にもあるっていうことですねうなるほどだから 僕が持ってるやつでいうとここのネックの周りがこう全部白くこう囲まれるようなものであブラックビューティーモデルを持ってくればいいやちょっとあのハニーさんブラックビューティーモデル持ってきてもらっていいあれの感じだよねだからねそうですそうですそうですいう感じであの縁取りがヘッドとフィンガーボードに追加になってるよとこれだまさにこれこういう規定 これがこのにょろんとした形になっているってことですねそうですねそ,そういう形になるねはいはいはいこれだいぶ感じが違うねだから本当にあの市販モデルの方が多分ゴージャスに見えるということになると思うこれよりさそうですねバインディングっていうのはまあサンプル段階から、まあ、うちのウれリレ全部ついてるんですけどそれがあのプラスチックに変わっているとあの見栄えが全然変わりますよね あのー、この例えばガズモデルもこれ入ってはいるんだけどウッドウッド、ウッドにウッドだからね、地味に入っている、ね、そうそうそう。なるほど。っていうのが、いいのはいあボディは、まあ、変わってると。でボディが、はいえー、サンプル段階では、ま、ず細かくちょっとだけここの位置が上に。ジャックがねあの 着うん、もうちょっとだけ上にずらしてたりとかここにこうやって当てるときにねちょっと干渉するかなとでもなんか使ってるとそんなもんでもない大丈夫っぽいここでもねまあでも上に上げといたほうがいいねそうですねまあ、うん、そうですねめちゃめちゃ上げれなかったんですけどうんうん、うん、構造で,まあできるだけ上げるっていうそうですねなるほどなるほどそこんなにざぐられてるんだもねここカバーかかってて分かんないけどねこっちにねそうですそうですなんで、まあ、軽いんですよね でちなみに弦を裏通すんですよ、この今、穴を裏通しって言って、ここから弦を入れて、ここから出して、でこうやってあの巻いていくと。あと1個懸念材料があって、ここのね、溝のところがしっかりちょっと切り込み入れておかないとね、弦が外れやすかったんですよ、このサンプルは。その辺もまあ、多分すごくグレードあそうですねはい、はい、またあの こうその段階に来たらまた、うん、対応していくという感じですねやっぱりサンプルを一回作ってみて、そこでやっぱり課題が出てきて、あの製品化ということになっているんでね、あのこれよりきっとすごいいいものが出てきていると、あと地味な話ですけど、このピックアップもですねかなりこのサンプルのものよりはあのいいものになる予定でございまして、これが今、パッシブタイプでね。 なんだけど、今回あの、製品バージョンはアクティブになる予定ということですその辺はどうですいい電池入りりの,あの、うん、モデルになりますね。電池内蔵してるんで、うん、ノイズがゼロにはならないんですけどあの、圧倒的に少ないっていうことと、ねうんまあ、あとはパワーがあるんで、うん、そのアンプ、 の相性がいいですよねやっぱりその、うん、アコースティックギターをアンプでつなげて無理やり鳴らすっていうそのスタイルと違ってもともとその電気的には相性がいいですよね。うんうん、なるほどねそうね。それもすごい楽しみなんだよね。うん でなんかだから、僕が今、ガズメロっていうあの新企画でメロディーとか弾いてる音もきっともうちょっとねクリーンでねこう豊かな音になってしかもエフェクターっていういいろいろ機械で音をいろいろ変えてもですねより今の,このパッシブよりいいっていうのは分かってこれがちょっと物足りなくってアクティブにしたいっていうことであのパワーアップバージョンになってるかなりねあの僕の中ではあの期待度が高いということでこれは今、今回のスパンでご注文いただくと いつ皆さんのおとに届きそうな感じですかトナムの発送が、えー、と新年すぐに発送になるのでだいたい2月ぐらいまでには皆さんお手元に届くんじゃないかなと思います船で来ますから、ね、ちょっと時間かかるってことですね はいまあ、なんであの、結構まあまあいい感じですね、あともう一個、ちょっとね、僕の手元にはないんだけど、もう一個の違う形のやつ、ちょっとこの辺にあとで写真のっけとくけど、こっちもまあ同じような感じの納期の感じですかね、イメージとしては。はいあの、J の方も同じですね。OK です、いいですね、そっちの方も僕もね、俳句ちょっとた楽しみなんだけど、今あの、北海道に行く予定があって、僕の手元にないんで、ね、<laughs> そうそうあの、ホップアップでね。はいということで。 そうあの今日もね今日実はこれ撮ってるのねえっと24日なんだけどあの弾き語りの方でもこの G ソリッド使ってジャーニーのあの洋楽をちょっと撮,撮ってみたんですけどこれもねやっぱりいい,いいよすごくあのアンプとの相性もすごくよくてでなんかクリーントーンもまあちょっとピックアップね製品版と違うあのパッシブだけどもまあまあすごいいい音してるなって感じ弾きやすいしあの案外 びっくりしたのこれ足組んでここに引きやすいんですよ足を組んでここにこれがすごい引きやすくてね大発見だったこれはいいです GV gv モデルははいそしてあのこのえっと G ソリッドのこの V 型のケースっていうのはあのこの奥 g ソリ l i が来た時にもね、こんなパカでかいハードケースで、これ持て、持てねえじゃんってなったんですよ。で、これもソフトケースの方がいいってなって、僕、これのエレキギターの本当のね、やつを自分で持ってるんだけど、それもソフトケースだったから、それを作っていこうかなっていうことで、えー、ベトナムでなんか今サンプルが出てきたんだけど、それ超面白い事件が起こっててち、ちょっともじゃくんそれ見たいな。<laughs> すごいことになってんで、皆さんも驚きます、まあ そうですね、サンプル発注して、まあ、届いたサンプルがまあこういうものなんですけど。うん、ああ、まあまあ、V の形っぽく見えるよねってとこですね。そう。だけど、あのー、よく見るとそれおかしいんだよ、やっぱり。そ,そう,、あのー、こう、そもそもこう、やっぱりあの、発注先の業者の都合もあって、やっぱりあの作りにくかったみたいで、発注した、その。 まあ形っていうのが見たことないですよね、まあ、形はねケースモさんも、うん、そうでそれでまあ現物も送って、うん、あの採寸してもらってやってたんですけどやっぱりあのこっちの人あんまエレキに馴染みがないもんでーケース開けるとあのる、ね、反対じゃんっ,って <laughs> だから多分それ取っ手の向きが反対というかファスナーと取っ手の向き反対なんだよね つまりね、そうですが持ってる普通はこっち側に、ううのあのー、そうそう。っこっち側にファスナーがなきゃいけないんですけど、これを見てさ、やっぱベトナムって面白いと思うんだけど、<laughs> 多分日本だったらそれ絶対ないじゃん。<laughs> なんかだからそ、そう、それが、馴染みがないんでしょうね、こういう。 エレキウクレレエレエキギターみたいなものに、まあ、だったり、まあ、こんな形のもの、ベトナムにはまあないでしょうし。そうだね、いや、でもそれがね、うん、またほっこりしたいい話だなと思ったわけよ。<laughs> なんかさ、家族で作みたいな感じだもんね。そうですで。でもその発注あの元で元に、元を発注した形っていうのが、どうやら難しいと、形的には。うん、まあそこはまあ、まあだ、だったらまあ、あのこの形でも。 うん、まあ行くしかないかなっていう感じなんですけど、なんでそうね、でも逆を除いたら、まあまあ、あのいい感じじゃないかなと思うけどね<う>、うん、まあ、こっち持ち点にして、まあ、あとあの、シールドとか小物が入れるようなあ、入れる、あ、そうだね、エレキギュークレだもんねあ<の>あ。ちなみにさ、う,うちに、あ<の>ケースがあるんだ、ちょっと待って、これなんですよ、これはちょっとでかすぎるでしょってなって。 これなんだかわかんないけど、このケースはちょっと誰も持ち歩きできないって話になって、それに今、進路変更なってるってことですけどね。そうですね。めちゃくちゃでかいです <laughs> 本当、まあ立派だけどね、だけど実際はこのケースはね、やっぱり無理だと思う、持ち運びとか、もうでっかいから、なぜでそれの方が絶対いいと思う。で、今それでまた作り直しっていうか、サンプルのもう一回を進捗してるってことですよね。そと言うとあの こう問題点をまあ連絡して、次のサンプルを発注してるっていう段階で,今でま、いやまたそういうのが届いた段階で、またちょっと、またつないで見せてもらってもいいかもしれないね、あともう1個、皆さんにね、これをちょっと言って、旅びれこれがもうね、もうすごいご注文いただきましてですね、もうびっくらこくぐらいの、あのーまあ、大ヒットに、まあ、なった、なったねす、すごかったですよね、ご依頼いただいて。 すごいですね、本当に。おお、うん。ご依頼いただいて。そうなんですよ、もうさすがに、あの本当に一本ずつ手作りでね、木削っているところから始めてるから。やっぱりその。その分どんとあのー、なんつうの、同じ時期にっていうのはやっぱ難しくて。今一番待ってもらってる人で、年明け結構先になっちゃってるんですよね。そうですね、はい。うん、なんですけど。お待たせしてますね。一番先に届く分は。 もう結構、もうぼちぼちっていうところなんですよね。もうそうですね来月発送、来月あとまあ2週間後ぐらいに発送ですね、うん、こちらで。そちらは国便で送るので、あ、早くあ1週間後に届いて、お客さんにもすぐにっていうようなじ、<く>じゃあ年内はもう余裕で余裕って感じですか年内は、はい、もう届くんですね、間違いなじゃあ、旅レレを一番最初にご購入していただいた皆さんは、あのー、もう来月中に来るのかな、そうしたら。それはいいですね そうですね。来月中調、日本での調整とか含めて、来月末ぐらいか、もしくは、 もうちょっと12月頭ぐらいかなっていう感じになると思いますあ了解です、まあ、結局ね、ベトナムから来たものは、もう1本ずつ日本でちゃんと検品して、あの最高の状態でお届けするってことなんで、それはまあ、あのー、よかったです、まあなんで、そんな感じのイメージの、えー、タイムスパにはなっているんですけど、そこであの皆さんに、僕がね、あのシェアしたいしシェア,シェアしていくよって言ってた中に、ですねケースがあるんですよ、たびレ,レの。 で実は水面下でこのチームでどんなケースがいいかとかどんな風にしようかとかいろいろ試作品を作ってて、えー、一応ケースが決定ということでまだ決定したそのものはないんですけど最終段階でこれだみたいなやつはえっとどこにあるのモジャ君のところにあるのかな今はい僕のところにありますねじゃちょっとまあうんそうですねちょっとだけまた違うんですけどちょっとだけね <laughs> ちょっとだけ違うんですけど、ちちっちゃいこんな感じですね。いろいろちょっと考えたんだけど、やっぱりね、それ生地が結構薄めなんですよ。だよね。そうです、ねまあスポンジみたいな生地なんですよね。そうここう内張りとかではなくて、このスポンジみたいな生地、一体型のものを今回使ってるんですけど。うんうん、いいと思います。 あのね、いろいろ、まあ、アイディアあったんですけど、あの、普通のね、ウクレレのケースだと、やっぱりちょっとしっかりガードされるように。 生地が厚かったりとかして、食べれレの一番魅力である、その薄いとかちっちゃいっていうことが、やっぱりね、ちょっと変なことになっちゃって、ケースすごい立派になっちゃうとも変だろうってうことで、あとスーツケースとかリュックの中に入れることを考えると、なるべく薄くて、もうペラペラなんだけど、かといって布一枚じゃ心配だしっていうギリギリのところを、えー、素材を、あの、探して、でも、かなりちっちゃいね、やっぱりケース見ただけで。 そうですね。あのー、結構ギリギリのサイズまで小さくしたんですよ。最初のサンプル段階では結構、やっぱり、あの、当てすっぽで寸法を出してあ<ー>あの、作ってもらって、うん、それをあのガッさんの方にも送って、あの、記事見てもらったりしたんですけどそうね、素材感は日本で僕はチェックして、うん、あ、これいいなってなってて。で、その後に、まあ、 そのサイズをできるだけコンパクトにしようっていうので、まあ、第2のサンプルとして今、攻めていったっていう。ちょっと、あきつくはないですよ、その。このね、これ、あの、何でねあそ、開き方がね、俺好きだん、それ。開き方が、それ。真っ平らなんでね。そうそうそうです。要は、柏餅の葉っぱみたいなもんでさ、 こうくるんだよ。そうそうで。そうで、これが薄さと、でもある程度さ、傷から守ってくれそうな、いい生地だよね、それね。あ,あ、あそうです。あの傷からは全然守ってくれます、ねうんうんうん。そうなんですよ。このね、旅れはね、結構ケースがね、いろいろこう懸念材料になってて。あ、でもそれに落ち着いて良かったかなと、ちょっと地味だけどね。<laughs> なんかね、まあまあ、いい,いでしょケースは。うん。 でそれで一応決定的で、あとタグの位置とかね、ちょっとそういうものは微調整があるけど、雰囲気的にはそんなような感じになるぞということでございます。すね、ほぼほぼ近いものですねうんうん、うん、だから、それあのケースいらないよっていう人はリュックサックにそのままでもいいし、まあ、保管してるときにやっぱりケースがやっぱあったほうがいいだろうからね、うん、よかったです、それに決まって、ひとまずこれで進んでいるぞということでございます,す、ね、ということです。はははいはい、はい ありがとうございます。そ <laughs> ムはあの順調ですかいろいろあの生産とかなんかその木材の調達とかそういうなんかいろんな機材とか。そうですね。今回、あの旅、えー、レレがまあもう今、検品じゃなくてあの、検品の前の、うん、ブリッジをつけたりっていう<ー>塗装が終わって、試合<ー>段階、ね、であのそこで、まあ、ブリッジをつける。 方式っていうのが、ちょっと新しい方式じゃないと、あの、つけることができないっていう構造的な問題なんですけど。で、まあ、それをやって、で、<laughs> うん、そうですね。<laughs> そ機械から作ったんで。ああ、ジグっちかな、<laughs> そういうのから。そうそうそう。<laughs> やり方を、あのー、うまくいかなくて、まあ、変えたりしてっていう、ちょっとこう、今こう、 ゴタゴタがちちょっと今落ち着いたんです、うん、まあ <laughs> やっぱりいっぱいご注文いただいたときにやっぱちょっといい感じでもっと効率的にっていうことでやっぱ考えていくってことだよねそうですねあのー、そうあのー、そう新しい方式とは言うんですけど、うん、こう世界のメーカーでは結構標準的一般的なやり方なんでーじゃあ g ラボチームの工場がそこにこうどんと近づいていったっていうイメージかな そうですね。まあ、完全に手作りなんですけど、道具は。<laughs> 素晴らしいですね。いいですね。<laughs> っていう感じですよね。いやまあ、いい感じですよ、ね。あとは、まあ、まあ、あとは、あのー、まあ、G-Solid が、ちょっと、あのー、まあ、全く作り方が違うものなので。ああ<ー>、<laughs> 今までとはね、そうだね。そう、今までとは。<laughs> いろいろ、あのー、どうしたらいいっていう、なんか、こう、 あのその時時のそのテーマをこう解決していくっていうなるほどまあそういう流れの今は状況ですよ、ね。オッケー、オッケー。まあ、でもこれあのもうすごい俺馴染んで結構楽しいよ。<laughs> いいよかったです。はい。案外女子が人気なんで女子に <laughs> こっちの方が。<laughs> <ー> <laughs> そうですか。広 <laughs> いなぁと思っ。 さあ,あ、そんな感じですね。まあ、でも、今ね、ほんと、ちょうどタイミングよく、その、販売と予約の期間だったんで、まあ、その、納期のこととか、その、いろんなことをちょっと知りたい人も多いかなと思って、えー、これ、今日、ベトナムで繋いだたんだけどね、この間も、あの、G ラボ代表、上田氏も行ってたんだけど、また、ベトナムに行きたいんですよね。今の冬、日本でいう冬の寒い時期じゃないと、もう暑くて、もう、僕も無理だからさ、また、あの、行って、行きたいって計画をまた、 立てていこうと思いますんで、はい。えー、暑いでしょ、そっちは相変わらず。暑いです。そう<の>。だよね。暑いです。まあ、終わらないです。終わらないです、ウキ<気>が。<laughs> えー、今、こう、最後の追い込みみたいなあの雨がそう多いです、ね。雨が終わるさ前はみたいなところで。そんな感じです、体感的には。<laughs> ままあまあそうしたらでもね、ちょっといい時期になるもんね、やっぱりね、過ごしやすくなるっていうかね。終わ,終われば、来年は終われば。本当、あの何をともあれば健康第一なんで、あの気をつけて、変な蚊に刺されないようにあの気をつけてください。じゃあ、あのいい感じだということで、あのよかったです。あのこれ見てる <laughs> ね、あの、注文してくださってる方とかたくさんいらっしゃると思うし、興味ある方もね、あの、まあまあいい、工場もいい状態だってことなんで、えー、ご期待くださいということで、えー、今日はベトナムとつ、あの、つな、つながしてもらって、ちょっといろいろ最新情報を、えー、聞いてみましたということで、えー、ありがとうございましたということでございます。はい、あ金松さんなんか、あの、東京にいらっしゃる用事が、東京ってか日本に戻ってこられるってことで、11月11日のガズレレの日のイベントに、金松さんも、 もしかしたらこれいる、これそうだっていうような話が今あって、えっ、ー、と、ぜひ来てくださいってことなんですけど。皆さん、これを見てる皆さんも11月11日ガズレレの日のイベント、渋谷、昼間ですからね。絶対来てください、ウクレレもって。もう、金松さんにもちょっとステージに上がってもらって、なんかいろいろお話聞いちゃおうかな。<laughs> はい、えー。金松さんになんか演奏してもらったりして、とか言ってま、む無茶ぶりはやめときましょう。うん、<laughs> はい、えー。そんなことで、あのー、まあまあ、引き続き、えっ、ー、と、まあ、スタッフの皆さんもね、 えっと、まあ、あの、だいぶ、えー、いろいろ、こう、スキルも上がってきて、あのー、いいね、ウクレレができてくると思うんで、えー、またいろいろちょっと成長していきましょうということで、えー、今日はこれにて終了ということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ご覧になってる方も、うん、あのた、お楽しみにしておいてください。じゃあね、バイバイ。さよなら。